これを米国の小麦戦略と批判する声もありますが、日本の政府や日本の大手企業も率先して小麦粉や大豆油などの消費増加を促す運動を展開したことに注意してください。例えば油脂への統制が解除されると、日本の油脂産業は食用油の消費拡大を促すイベントとして1951年に東京油祭りを開催しました。これは当時の農林省、食糧庁、東京都、油脂製造業界、業界団体が講演し、賞金や商品の抽選会を行ったりして人を集め、油の食用を推奨したものです。やがて日本の経済社会が復興し、1955年から高度経済成長期に入ると、その購買力の増加を狙って米国産小麦や大豆がさらに売り込まれることになります。内食充実期、1955年から1969年、日本は冷戦時代の米国の戦略にも組み込まれ、1950年から始まった朝鮮戦争の特需も受けて急激に復興していきました。朝鮮戦争は第二次大戦後の米国ソ連の対立を背景として、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが1950年に衝突し、それぞれ米国軍を主体とする国連軍と中国人民義勇軍の支援のもと、国際紛争にまで発展した戦争です。1953年に休戦しましたが、韓国と北朝鮮の対立は続き、それをめぐる米国、中国、日本の動向、そして米国軍の基地を抱える沖縄の問題などが絡み合いながら現在に至っています。1950年代には日本の農業やさまざまな産業も復興し、食料需給も緩和に向かいました。先の食生活の変化のグラフからも、1950年頃から野菜や牛乳、乳製品、魚介類の供給が増えている様子が見て取れるでしょう。ところがこの頃には欧州も復興してきたため、さらには米国で農業機械や農薬、化学肥料も使った大量生産が進められたため、米国産農産物が過剰生産になってきました。日米政府と業界による消費増進キャンペーン。商品を作りすぎたら市場を拡大するのが資本主義経済のロジックでした。この頃から過剰生産した米国産の小麦や大豆の恒常的な海外市場を日本に開拓しようと、米国政府はより積極的に日本政府や日本の大手企業に働きかけるようになりました。一つには米国からの小麦の売り込みとして粉飾推奨が強化されました。粒のまま食べる米の粒食に対して、小麦粉から作った麺類の食用、粉食を増やそうと小麦と大豆を使う洋食や中華料理を紹介するキッチンカーが、農村を含む日本各地を駆け巡って新しい食事を紹介していきました。もう一つには油料理を推奨するフライパン運動が始められました。フライパン料理を増やしてもっと油を取りましょうというキャンペーンです。これらのキャンペーンは小麦や大豆を輸出したい米国側から押し付けられただけではありません。日本側も精油企業をはじめ、マーガリンや食用硬化油、油脂販売などの精油関係業者、小麦粉を作る製粉企業や製パン企業など、加えて経団連など経済団体や農林、厚生、文部の政府各省、経済審議庁、府町村、府県市町村などの地方自治体を含めた広範な国民運動として、
これら食品の消費増進を促したいと考えていたのです。小麦粉や油を多用する食品産業の発展、いくら粉食しましょう、もっと油を取りましょうと勧められても、それらの商品が消費者の身近に手頃な値段で売られていなければ、その消費を増やすことは難しいでしょう。小麦粉や油はそのまま飲み食いするものではありませんそのため戦後の小麦粉や油の需要増加には、小麦粉からパンや洋菓子を作る製パン製菓産業、その製パン製菓産業向けにマーガリンやショートニングを作る油脂産業、油を使ったスナックや加工食品の製造業など、小麦粉や油を多用する食品産業の発展も大きく関与していました。小麦粉と油を多用する新しい加工食品の一例として、 NHK 連続テレビ小説満腹のモデルにもなったインスタントラーメン即席麺があります。即席麺開発のエピソードとして、日清食品の創始者である安藤桃福が戦後闇市で麺をすする人たちの姿を見て、米国産小麦粉の粉食奨励運動に取り組んでいた厚生省にパン食より麺類で粉食を広めるよう提言したことが語り継がれています。さまざまな事業を手掛けた安藤氏は、栄養剤の製造販売も行った関係から厚生省とのつながりがあり、担当者に粉食奨励に麺類を加えることを提言したそうです。でもその頃、うどんやラーメンなど麺類の製造は中小企業や零細企業の分野であり、米国産の小麦粉を大量に使って加工して配給ルートに大量に流すパイプは存在していなかったため実現しなかったと安藤氏は分析しました。そこで安藤氏は、小麦粉を使って麺を大量生産する製麺の工業化を目指し、加工食品である即席麺を開発し、1958年にチキンラーメンを発売したとのことです。安藤2002年、日清食品1985年。新しい食品としてインスタントラーメンは、当時始まったスーパーマーケットをはじめとする流通革命によって大量販売ルートに乗り、同じく当時普及し始めたテレビなど広報活動の手段を活用して新商品を大衆に宣伝して大量消費を促していきました。食品の大量生産、大量流通、大量消費の時代到来です。次の表は、1940年代から1970年代にかけて新しく発売された加工食品の例です。油脂関係だけでもこれだけ多くの新しい加工食品が誕生し普及したことがわかるでしょう。加工食品やインスタント食品だけでなく、カレーのルーや麻婆豆腐の素など一部加工食品である素製品を使って家庭で料理する洋風や中華風の新しい食事も広められました。表2、戦後の油を含む加工食品の新商品。1949年カルビーキャラメル、1950年ポテトチップス、1951年不二家のミルキー、1954年雪印ネオマーガリン、1955年マーマースパゲッティ日清製粉、1958年チキンラーメン日清食品、アーモンドチョコレートグリコ、シーチキン羽衣フーズ、1960年ハウスインドカレー、インスタントコーヒー森永製菓、1961年クリープ森永乳業、マーブルチョコレート明治、
スープ付きインスタントラーメン、1962年マルシンハンバーグ、明星ラーメン、プリッツ、グリコ、1963年ハウスバーモントカレー、コーンフレーク、ケロック、1964年カッパエビセン、カルビー、クノールスープ、味の素、1965年レトルト食品登場、1966年ポッキー、グリコ、1967年エバラ焼肉のタレ、本格的冷凍食品、1968年ボンカレー、大塚食品、味の素マヨネーズ、1969年 UCC 缶コーヒー、1970年味の素マリーナ、1971年カップヌードル、日清食品、レディーボーデン、明治乳業、ボンシチュー、大塚食品、1972年麻婆豆腐の素丸美屋、味の素冷凍食品、スナック食品ブーム、出店小塚、1999年および各社サイトより。日本では食品産業だけでなく他の製造業も発展し、1960年代にはいろんな商品が手頃な価格で供給され、多くの労働者がそれを購入できた大衆消費社会が到来しました。テレビ、洗濯機、電気冷蔵庫という3種の新機も出回り、台所に冷蔵庫、後に冷凍冷蔵庫や電気炊飯器も普及していきました。料理の火種も薪や木炭から電気やガスに変わり、家庭エネルギーの液体化が進みます。住宅についても1955年には日本住宅公団が発足して、全国で団地建設が進められました。団地のキッチンには換気扇がつけられ、油物料理の普及を促す効果もありました。小塚、1999年冷凍冷蔵庫が普及することで野菜や魚介類も食べやすくなり、ドレッシングやマヨネーズの増産でサラダを食べるようになり、換気扇のついた団地の台所で天ぷらなど揚げ物もしやすくなりと、住宅や電化製品が食生活に影響を与えていきました。戦後には夫がサラリーマンとして外で稼ぎ、専業主婦と子供を養う家族がモデルとされました。そのため女性は主婦となるべく結婚前に料理学校に通って花嫁修行をすることも流行したそうです。この時、戦中戦後のひもじい食生活を恥じる親世代は、自分たちのいい加減な料理を娘に伝えるのではなく、新聞、雑誌、テレビの料理番組などメディアや料理学校が提供する本式料理のモデルを学ぶことを娘たちに勧めたそうです。その親の気持ちなど詳しくは岩村信子、親の顔が見てみたい、調査、家族を変えた昭和の生活史、中高文庫で読んでみてください。こうして日本の伝統や農業とはかけ離れた料理を教わった女性たちが、家庭で夫と家族のために毎日料理をするという内食が充実していった時代が到来したというわけです。外食発展期、1970年から1979年、1970年代には他の事業者が料理した食事を外で食べる外食が発展しました。外食は江戸時代にも屋台があったように昔からあった形態ではありますが、敗戦直後、1947年から1949年には食料不足のため料飲店の営業が制限され、統制が解除された後も
多くの日本人にとって外で食べるのは特別な晴れの食事でした。でも標準化・規格化された商品の大量生産・大量流通に支えられた大衆消費社会が到来すると、食分野でも低価格・大量販売と多店舗展開・チェーンストア組織が広がり、この波に乗って外食市場も広がりました。特に1970年は外食元年と呼ばれ、この年開催された大阪の万国博覧会に飲食業者が出展したこともきっかけとなり、庶民も気軽に利用できる近代的外食店が一斉に開店しました。この背景には資本の自由化政策の影響もあります。つまり外国から日本の外食産業へ投資することを可能とした一連の規制緩和政策によって、外国企業がファストフード店を日本に上陸させることが可能となったのです。この政策変更を受けて、上の表に見られるように1970年代初めにファストフードチェーンが一気に日本に進出してきました。見事に小麦粉、油、動物性食品、砂糖を使った食事ばかりだと思いませんか？外食産業が発展し、このような外食が広まるにつれて、これらの食料の需要が増加するのは当然のことでしょう。表3、ファストフードチェーンの日本開業時期。ハンバーガー、1971年マクドナルド、1972年ロッテリア、モスバーガー、ドーナッツ、1971年ミスタードーナッツ、フライドチキン、1970年ケンタッキーフライドチキン、ピザ、1973年ピザハット、シェイキーズ、アイスクリーム、1974年サーティワンアイスクリーム、出店、コズカ、1999年および各社サイトより。宝飾グルメ期、1980年から1990年。やがて時代は食べ過ぎに移っていきます。1980年代には肥満と成人病、生活習慣病の増加が問題視され、飽食の時代や一億総グルメと言われるようになりました。1980年代後半から1990年代初頭にかけて、地価や株価が高騰したバブル経済の時代には、食生活もグルメに贅沢になりがちでした。しかし一方で、1980年代からは世界的に新自由主義とグローバリゼーションが広がった時代でした。世界的に食料・農業を含む生産・流通・消費が展開される中、日本では1985年のプラザ合意によって日本円の為替レートが人為的に激変させられ、翌年の前川レポートによる政策転換によって、食を含む経済全体のグローバル化が一気に推し進められました。プラザ合意とは、1985年9月に日米英仏旧西ドイツ G5 の増商中央銀行総裁たちがニューヨークのプラザホテルに集まり、米国の貿易赤字を縮小するため、各国が国際為替市場に一緒に介入して、日本円やドイツマルク、当時を含む通貨の対ドルレートを変えさせた動きでした。簡単に言えば、それまで日本やドイツが大量に商品を輸出して、それを輸入して赤字になった米国と世界の基軸通貨だった米ドルを救うために、為替市場に介入して円高に動かし、日本の商品を割高にして輸出を抑えようという動きです。
翌1986年には国際協調のための経済構造調整研究会報告書前川レポートが政府に提出されました。これは内需主導型の経済成長、金融資本市場の自由化、国際化、海外直接投資の促進に加えて国際化時代にふさわしい農業政策の推進を謳い、基幹的な農作物を除いて内外価格差の著しい品目、農産加工品を含むについては着実に輸入の拡大を図り、内外価格差の縮小と農業の合理化・効率化に努めるべきであると提言したものです。対外貿易黒字を生み出した産業の海外直接投資を促進する一方で、国際競争力に乏しい農業部門などをスクラップし、その市場を外国産農産物に明け渡す政策でした。岡田、1998年。つまり、国内農業で食料を自給するより、日本の資本、総合商社を含むが、海外に投資、技術移転して、海外で日本向けの野菜などを栽培して、日本に輸入すること、これを開発輸入と言います。や、日本の食品産業が海外に進出して成長することを促したわけです。この政策の方向転換にも促されて、従来の穀物、輸量種子だけでなく、野菜や加工食品も輸入が増え、日本の食市場は一気にグローバル化していきました。中食交流期。1991年から1999年。その後、1991年にはバブル経済が崩壊し、不況により消費者も低価格志向となります。外食よりコンビニなどの持ち帰り弁当や中食が広まった時代でした。この辺になると皆さんにも馴染みがある食生活だと思います。まとめ。改めて100年にわたる日本の食生活の変化を示したグラフを見てみてください。戦後に大きく変わった食料需給が、食の洋風化と呼ばれる消費者の思考の変化だけでは説明できないことが理解できるでしょう。この戦後の食料システムの形成に総合商社も大きく関与していました。戦前の財閥時代から日本の近代化に関わるとともに、製粉、製糖、製油産業にも介入していましたが、戦後も穀物、輸量種子の輸入から食品加工、外食、加工型畜産、流通、小売まで各段階の食品関連産業や企業に関与し、全体として輸入、生産から消費までのインテグレーションの形成に関与していました。例えば、日本ケンタッキーフライドチキンに投資した三菱商事は、餌となる穀物の輸入から配合飼料の製造、養鶏、鶏肉処理産業、畜産物販売業と餌からフライドチキンまで一連の各段階に関与しています。戦前から引き継がれた大手食品企業や総合商社にも大きく支えられながら、戦後日本ではこうして輸入原料に依存した食料システムが構築され、私たちの食生活に影響してきたのです。そこには農業や食文化、消費者の思考の変化を超えた世界経済における日本の国レベルでの政策決定と産業動向があったと言えるでしょう。現在ではここで成長した食品産業がグローバルに展開しているのです。